はい、もうねデビュー戦まで48日ですか。もう1ヶ月半ぐらいですね。まあグラップリングの試合なんで、今回は MMA で総合格闘技じゃないか、まあ、寝技のね練習だけでもちろんいいんですけど、まあ、総合的にアップしていきたいですね。で前回ね、高橋サブミッション師匠になるとこのねイマラリロールまでいけてないかもしれないですけど、ちょっとね潜って足関節取るっていう動き、足関で決めたの多分初めてかな。足関節も少しずつ学んでいて、まあこの師匠からねいろいろ学んで、吸収しております。少しずつこう自分の技のバリエーションが増えてきて、こういうね飛びついた技とかなんか少しトリッキーな技もなんか自分の得意な動きっていうのが少しずつ、選択肢が増えたからこそ少しずつ分かってきてはいます。でもまだまだあの大会で使える技なのかっていうのはちょっといまいち分かんないですけどね。今は本当ね楽しいっすね。新しいことどんどん学んでるし、なんか自分が子供の頃にやりたかった仕事がね格闘家なんで、なんかそれを今ねこの30歳超えてエンジョイできてること、だって俺の周りこれ全部多分20歳ぐらいの子ばっかっすよ。大学生の子とか高校生の子とかと一緒にねこうやって、楽しく戦ってねぶん殴り合って関節決め合いっこしてすごく楽しいっすね。なかなかね勝てない人も多くて、この人もすごいんですよね、ひろたかさんね。今うちのジムのいや若手のエースの方ですけど、もう死んでますいつもケチョンケチョンにやられた後のカオスね死んでる少しずつ、追いついていきたいなと思います。デビュー戦はまあビギナーの大会ではあるんですけど、やっぱ大会に出る人たちなんで、まあ猛者ばっかりだと思うんですよね。でその中で自分はプロを目指してるので、やっぱり見せれる技というか、こう YouTube に映った時に皆さんが見てて、あ、下パンのなんか格闘技のやってすること面白いなと思ってもらえるような試合をしたいと思います。本当ただのデビュー戦で終わらず、まあ、デビュー戦のただのアマチュアの試合なんですけど、自分はなんかそういうプロになって応援される選手になるっていうのが目的なんで、そこもね意識して、勝つだけでじゃなくて格闘技知らない人が結構見てくれてると思うので、皆さんが思ってあなんかそんな動きできるんだとか面白いなって思ってもらえるようなものにしていきたいと思います。で本当にいい仲間に恵まれてます。ですがまだまだスタミナがねないので、もっと走り込んでいきます。走り込みです。シドボン、いやもう完全に YouTuber らしき人がいますね。まあそうね、確かに確かに、はい、しながら今撮影中なんで来ないでもらっていいですか。ちょサインとかもらえますか。サインとかもらえますか。ごめんなさいごめんなさい、ちょっと 今サイン欲しくて、今ダメですか今ダメですか、今がいいんですよ。ちょっと帰る、もう帰るんで、ごめんなさい一番困るまで今日はあなんかあるんですか、というか今週末にあの戦い控えてるじゃないですか。あ、はい、あの馬娘と骸骨おじさんと戦うじゃないですか。骸骨娘、この前本当骸骨娘ちょっと話変わってくるけどちょっと惨敗だったじゃないですか俺ら、はい、いやあれはちょっとねやるタイミングが悪すぎた。まあそうよね、まあ200だけど、まあちょっと400とか走れるような長距離を走れるようなスタミナはやっぱなかったということで、あの敵から学ぶのが一番いいんじゃないかっていうこと。なるほどね、はい、すいません、もう二度とガギコツって言わないで教えてください。ああコメント欄で来てましたね、こんなに悪口言われてるのに教えてくれる北さん素敵ですねみたいなめっちゃいい人、その人めっちゃいい人。いや400の選手じゃないですかもともと。北さんこんな謙虚ですけど、マスターズのマイルリレーの日本記録持ってますからね。すごい人なんです。すごいっすね。400の練習ちょっとどんなことやられてたのかなと思って。あ、もうシダパに一番いいの持ってきましたよ。マジっすか、はい、ちゃんときついっすよね。ちゃんときついやつ持ってきました。でちゃんと付き合ってくれる人も来てるんで今日、はい、あの泥臭いトレーニング代表の人が来てるんで大好きな人が。そうそうそう、基本的にはあれですか、 200×2 って言ってましたね。そうですね、200プラス200ですね。はいはい、はい、200×2、うん、まあそうですね。なんか400の疲労感、入りと疲労感を再現するみたいな。そうですね、もうレスト1分で1分で最初の200が89割で入るみたいな。そうですね、あの200全力で走るよりちょっと落とす。なるほど、してもいいです。で1分回終わりの200は全力です。マックス、いや、いつも来てくれるこの人。これから200プラス200いくんですか。200プラス、はい、2セット。お、2セット。ちょっと午前中400、あの200のウォークつなぎで。なんでやってきちゃうの。なんで400やってきちゃうんですか。中島みたいな魂したパンのチャンネル。中央十
重要よ。僕のスネギを撮ってる山内を撮るチャンネル。恥ずかしいね。人のチャンネルになると途端に作りやばくなるの。どっちが北さんチャンネルで、どっちが下さんチャンネルかな。これは分からないぞ。一番かわいそうだね、今山内さんだから。山内さんが今一番付き合ってる。やらないわけにいかなくなってる。殺さない使われるの。ちょっときついね、普通。でも一番最初ケンちゃんと撮影したの208歩やったよね。うん、やった。半分でしょ。おわ。毎週じゃん。大丈夫です。お前さ、なんかさ、俺の携帯さ、なんかこういう持ち方するじゃん。あバッチリみたいな。ちゃんと持ててちゃんと。緊張感が高まってきております。いや110本やってたから大丈夫だって言ったけど嘘だわ。普通に怖えわ。なんか208本さ、なんか垂れること前提だったじゃん。はいはい。違うもんね。なんか400タイム出す練習じゃんこれ。いや200ってね、途中で気持ち折れたらマジで全然タイム出ないから、気持ちを最後までつなぐのが大事だね。それこそさっきの頑張るってアドバイスがね、マジで大事だよね。今を考えて頑張る。そう、シダパン。さあ1本目が始まりました。飛ばす飛ばせる、いいね。これ仲間がいるからこそ追い込める練習目ですね。下から離れてほしい。ちょっとスプリント力で差が出てるか、ね、1本目です。設定タイムは25秒なんで、先頭の久保さんが25秒で走ってるんだとしたら、ここに離れてほしい。そして1人ずつ行って OK。 下パンタイム。シダパンが25秒97、ギリギリですね。さあ1分レスト、想像以上に短いぞ。5、4、3、2、1、スタート。これ走り出した瞬間に、え、何この疲労って感じますよね。いや、いい飛ばしてる、飛ばしてる、飛ばしてる。ケツの人持てるか。さあこれ俺はどっちにズームイン、ズームすればいいんだ。分かんない分かんない。シダパンの精度どんどん画角が広がっております。ちょっと見づらいな、これシダパンの精度ということで申し訳ない。本当はズームして、あ、ダメだ、もういいや、じゃあ、はい、山内ゴール。これシダパンはいました。バテバテです。でも頑張った、偉い。お疲れ様です。やばい。シダパンのタイムは31秒67でございますね。バテバテだったね。にしても山内よく上げたね。早かった。早い。早かった。落ちなかった。意外と。あなたやっぱ強いわ。はい、強い。え、2セット目もいっちゃう？いけないよ。1セット目しかないってことがあったからやっぱ頑張れたこと。あ、気持ちの面でね。いやでもすごい。上げたもん途中から。すごかった。いや、ケツの人もすごかった。もう2セット目走り出した瞬間にあとは早かったそこで全てを使い切ったお尻痛い。いやいいね。これ400に近くないですか。めっちゃ近いっす。やっぱ400も最後出ない感じというか。ああ、そうなんだ。筋疲労がやばいんだ。超近い。うわ、だ俺2本目は全く切れ出せなかったんですよ。ちゃんと切れ出せたし、北さん一番なんか400をちゃんと考えた、うん、だんだん上げていく感じで走ってたから。下パン最初 50m ぐらい頑張ってたんだけどね、やっぱ疲労感じたんだ。なんかもうね、動かなくなった途中で。いやでも格闘家の人で多分こういう陸上の人と張り合う視点ってないじゃん。幸せだね、この人たち勝ちたいと思えるんだよね。確かにね。まあ、もうちょっと次食らいつけるといいね。ちょっと気持ち折れたの見えたね、多分ね、映像からは。でも2セット目からはもっと気持ちの勝負になると思うから、こっち側みんな落ちるから、うん、いやでもね、なんか多分ケンちゃん見てて分かった。あ、今切れたなっていうの分かった、うん、分かった。圧倒的に分かったよ、あれ。ほんと負けた瞬間だわ、うん、だってぐん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 離されてもそっから、そこ気持ち折れてたね。いや分かるわ、フィジカルじゃねえわ、うん、ちょっと次それ見せます。もう一回頑張れってアドバイス思い出してもらっていい？頑張れ、はい、深いね。深い。大丈夫ですか？いやきつかった。そうね、もう走れない。ここからまだあと1セットある。2セットっていう数字結構凶悪っすね。そうですね。気持ち切れそうになったら、その辺で明らかに顔死んだんですよ。今切れたなと思ったら、めっちゃ背中押してもらっていいですか？わかりました。
わっつって。本当に喋れない。ずっと喋ってるけど。一番喋るべき。ケンちゃん1セットだから。喋ってください。2セット組は死んでるから。はるか後方にいたんですけど、気は感じましたね。やってやるぞ。俺は負けねえぞ。こいつの声聞こえてましたよ、先頭で。答え合わせしますか。ちょうどあと70メートルぐらいの時に、はっきりと両耳に聞こえるぐらいで自分の心が折れた声が聞こえるもうダメだって思いましたでもなんか走りとしてはそんなにこう諦めた感じは僕は撮りながら思ってなかったので、あの声を荒げずに済んだ。よかった。いつ怒鳴られるかと思いながら、あの部活の生徒の気持ち分かりましたビクビクしちょっとコーナー際でめっちゃ人相悪いヒゲ面の人が見える俺最後さ感想言いなかったじゃん、はいはい、俺 YouTuber としてやっぱりダメだなって思って、まあね、アスリートとしての一面もあるからね。なんかちょっとやっぱケンちゃんの仲間だけど尊敬してるとこあるのよ。終わってもやっぱバシッとね、なんか最小限の文字数、最小限の尺で今日こうだったっていうのを言えるじゃんケンちゃん、ね、今日の総括を最小限の文字数で言うケンちゃん俺カットするわけないじゃん、ね、山下やめてくださいよ。いやいやもう本当にカットできないですよね。なんで今までカットしたんですか本当に。これこういう流れだと思ってたんで。 いやマジでそういうとこありますよ山下さん。ダメですよ本当に。本当にダメですよ。最近カットあんましてないんだよこれ北さんダメですよ。カットしてないです。ダメです。北さんのメニューですかね。400走ってきちゃダメよもう違う違う説教だ。違う説教。8回走ってきてもらって最初限の文字数で、あ今日こうだったんだっていうのを絶対カットしないんで言ってください、ね、お願いします。ケンちゃんラスト、ケンちゃんラスト、ここまで、ここまでゴール。ケイちゃん、今日どうだった。 YouTuber、 アスリート、うわー、うわー